はい、こんにちは。今日は2023年7月29日土曜日午後4時8分を回ったぐらいでしょうか。今日はね、町に来ております、エレコッチャ宮崎っていうね、踊りを中心にしたお祭りの、取材撮影に来ております。今ね、市役所前の公園のベンチにね、座って準備をしております。午後4時、ついね、先ほど、交通規制が始まって、メインストリート立花通りはね、通行規制がかかりました。歩行者天国ということで、車をね締め出して、そこがね、祭り会場に、なります。まあ今日はね、ずっとお昼から12時ぐらいからね、踊りの祭り、ダンスのコンテストみたいなものが行われているんですが、まあ、ダンスのコンテストはね、ちょっとね、音楽家ね、 YouTube の著作権的にアウトなんで、撮影取材はしておりません。このね、市民総踊りっていうのが午後の5時から行われるんですけれど、市民総踊りはね、特に昔のね、なんとか音頭とかね、いうね、あの曲を使って踊りますんで、著作権的には問題ないと思います。過去にもね、市民総踊りの動画を YouTube に投稿しているんですけれど、特に、クリアでございますんで、そのね、市民総踊り、まあ、5000人ぐらいの参加を目指して人を集めたって聞いてますんで、もうすごい人数の方々がね、立花通りを踊るんではないかなと思ってます。まあ、その様子をね、1時間ぐらいかな、踊りは、取材、撮影したいと思っているところでございます。はい、まあね、今日も暑いですね。まあ、夕方4時を回っているんですけれど、まあ暑いです。まあ、風がね、吹いてくる、まあね、影に入ると、まあ、風も吹いてくるんで、結構涼しく、感じます。まあね、汗の気化熱で、涼しく感じるのかもしれませんけれど、はい、これからね、ビデオカメラ、今日はね、あのビデオカメラと、この iPhone、スマートフォン両方でね、撮影しようかなと思っているところでございます。はい、ということで今回の音声コンテンツの配信はこの付近で終わりにしますが、動画はね、この後この CMM2 のチャンネルの方で、夜かな、夜以降公開しますんで、どうぞご覧くださいませ。はい、ということで今回はこの辺で失礼します。